皆さんおはようございます。宮の森です。いやー、今ね、メインチャンネルの動画を、久々に見てみたんですよ。数年前のやつね。で、何個かほら、動画を編集して、で、こう、移動させようかなと思ったんだけど、もう内容は面白いんですけどね。やっぱ、まあ今に比べてやっぱちょっと、話し方が、これ今、いまいちというか、まあ慣れてないところもあるんだと思うんですけど、いやー、これよくこれ、再生回数ついたな、みたいな。そんな動画がたくさんあって、撮り直しした方がいいんじゃないのっていうレベルな感じがしました。自分で言うのはおかしいけど。やっぱ、あれだね。何回もやっぱり、こう動画撮ってれば少しは変わるんですね、人間っていうのは。いやー、面白いなと思って、自分の動画を見ながらね、もう、いやー、つって、ちょっとこれは、ちょっと持ってこれないっていうやつが結構たくさんあって。まあ、あれですね。かえってなんか新しく動画撮った方がいいよねって感じになるんだよね。動画作ってる人っていうのは。まあ、映像とか作ってる人だったらばね、まあなんかいろいろ編集して、こう、後から声を入れたりとかできるんですよけどね、映像とかにね。やっぱ、あれだね、年は取ってるんだね。年は取ってるっていうか。なあ、面白いもんだなと思って見てました。自分の動画を。なかなかないですからね。その自分が撮った動画を見るってことがなかったんで、ちょっと驚きましたね。いろいろな発見があって、ここはいいけど、ここはちょっとな、とかって。まあ今厳しくなってますからね。多分動画にしても、その昔は良かったけど今はダメだみたいな感じにこう規則が変わったりとか、もうそういったものも結構いっぱいありますからね。昔は収益が取れていたけど、今はダメとかね。そういった部類もあるので、はい。改めて、ちょっと、編集できるものはできてやっていきたいなとは思っております。よろしくお願いします。